藤田大和は大阪府出身のソフトボール選手。ビッグカメラ高崎ビークイーン所属。ポジションは投手。投打の二刀流選手。出生地は大阪府長間もなく長崎県佐世保市に転居した。5歳の時に兄の影響でソフトボールを始めた。小学校時代は佐世保中央リトルリーグに所属した。佐世保市立佐紀編中学校から ソフトボールの競合である佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校にスカウトを受けて進学。高校では1年生で高校総体優勝2年生からは国体でエースとして2連覇を果たした。高校卒業後2009年に太陽遊電へと入団。当主でありながらそのパワーに強打者としての可能性を見出した監督の山路範子に勧められに投留を開始。 しかしリーグ戦2年間でわずか1勝、打率も一割台となかなか結果が出ず、投手に専念した3年目の2011年に6勝を、上げ頭角を表すと、再度に投流に挑戦した2014年に12勝3敗で、最多勝ち。本類打数で4位、打点も3位の成績を上げる。さらに2016年、投打に活躍し投手として最多勝ち、打者として本塁打王、打点王と、 全人未到の投打三冠を果たし、MVP を獲得。投打に刀流として、ソフトボール界の大谷翔平と称された。なお、翌2017年にも、最多価値を獲得している。2012年より、ソフトボール、日本代表に選出され出場した、第13回世界女子ソフトボール選手権大会で、日本では42年ぶりとなる金メダルを獲得に、貢献。 その後も世界選手権に3回、アジア大会にも2014、2018と連続出場を果たし、上野由紀子と並ぶ日本の2枚看板と評価されている。2021年太陽油田を退団し、ビッグカメラ高崎 B クイーンに移籍。ありがとうございます。